宝子農群の様子を示す岩屋柳史だろキサグラム、ソリシフォリアは、裏し科のシだ植物。単葉の細長い葉をつけるもので、葉裏に、線状の宝子農群を多数平行につける。よく似たものに、サジランがある。常緑性の小型な双本。根茎は長く、横に張って伸び、その径は1.3から2ミリメートル。表面には、やや密に輪ペンがある。輪ペンは、 膜質で赤褐色をしており、卵状皮脂型で、先端は鋭く突き出してとがあり、円は滑らかで、長さは約3ミリメートル。傭兵は単緑色で褐色を帯びるようなことはない。傭脂は京都皮脂型から線形で、長さ15から20センチメートル、幅1から1.7センチメートルで、円は滑らかで先端は突き出してとがあり、基部に向かっては、 次第に狭くなって、傭兵の翼に流れいる。中六は、表の面には盛り上がり、裏面は平らになっている。細かな葉脈は表面には見えないが盲状になっており、網の目には有利脈がある。放射能群は、線形で、主脈の両側に多数が平行して並ぶ。一致としては、洋診の先端から中央部まで、あるいは、それより、基部にまで並び、 中六のそばから円近くまで伸びて、長さ3センチメートルにまでになり、中六とは鋭角に交わって、斜め上に伸びる。和名は、岩柳枝の井で、岩の上に生える、柳の葉のような枝を意味する。日本では、本州の千葉県伊勢、四国、九州、琉球列島に分布し、国外では、朝鮮、中国、台湾から知られる。産地の森林内の、 やや湿気の多い場所で岩の上や樹幹に着生して見られる。本種の属するサジラン属にはアジアの熱帯域を中心に40種があり、そのうち日本に産するのは4種である。そのうちでヒメサジランエルグラマトイズは葉の長さが2から1 2トルで普通は1 0トルを超えず、根茎も計1ミリメートル以下と本種よりはるかに小さい。 無ンサジラン・エルボニネンシスは本種とよく似ているが胞子脳群が細くまた葉の縁に近い位置まで伸びる点で異なる。またこの種は小笠原諸島の固有種である。エビハラはこの種が本種と一番近縁であろうと示しており、ただしその際や遺伝的な文化の程度については検証が必要としている。よく似ていて混同しやすいのはサジラン・エル・デュークルーで、 大きさや形はもちろん、生育環境や分布域もほぼ共通している。区別点として、岩月編は、本種では、傭兵が緑色であるのに対して、この種では基部近くから、紫褐色から黒褐色に着色して光沢がある、こと、本種の葉が狭い頭皮新型から線形であるのに、対して、この種は、狭い頭皮神形であることを挙げている。三田はいずれも法仕様にある。 法師能軍が主軸に対して強く傾いているのだが岩柳志田の方がその傾きが深いことを挙げている。またこの種の場合法師能軍の傾きが大きいことから並行して並ぶ隣の法師能軍とほんの一部が重なるだけで時には全体としてはほぼ一列に並んで見える。この種は日本では本州の福島県以南九州まで分布し本種とは 南北で重ならない地域がある。エビハラは蒸気3種を同一クレードとしている。なお、単葉で放射能群が戦場に伸び、斜めに配置するものとしては別属の槍のほくりハラン、コリシスライティなどもあるが、派出がずっと薄い。また別科ではあるがヘラシダディプロシウムサブシネータム、コタニワタリアスピレニウムスコロペンドリウムなどもある。こちらは、傭兵が はっきり区別できること、法師のオに包み膜があることなどで混同することは少ない。不義霊は柳次第フピンナティフィダサ。クラタは縁に荒い突起が出るもので、佐賀県で発見されたが、奇形的な型と見られる。他に、姫柳次第は柳ナは、本種に似て小型のもので、日本の和歌山県のみから知られるが、これは、姫さじ乱との雑種と推定されている。 環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。都府県別では、千葉県、東京都、神奈川県、京都府などで指定がある。問題とされているのは、多くの場合に、環境悪化、森林の減少などである。以下、主として、岩月編、P275 牧の原町、P1327 エビハラ、P452 岩月編、P275 以下。 主として、岩月編、P274 にエビハラ、P4470 エビハラ、P452 岩月編、P274 ミツタ、P48 八島、P211 エビハラ、P452 エビハラ、P470 ミツタ、P49 エビハラ、P452 エビハラ、P453 日本のレッドデータ検索システム2019年8月5日、閲覧。 ありがとうございます。